どこも万兵だらけだ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、麻も浦を取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。やむを得んのだ。魚がなければお前の飯はない。俺たちの飯もない。Yeah! Ben güçbiş. Here you go! No hareketi. Yamete! Çizimsik no çiçek. Hastalıklar çekilmene. 太刀の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。何言ってやがる。Çin sipsik no çiçe. Dokar ki Çin. Kıyam koto ni naru zo. Çin sipsik no çiçe. Perdiu. Слабо.こんなところで死にたくない。他に手はない。どこ歩けちん。うんせんのはるにけき。何言ってやがる。逃がしてくれ。殺してやる。せのはるにけっき。悔やむことになるぞ。Nigim hutlusu, ha? Hiçbir şey yok. Kimbo diapo. I had this samurai in the heart. Sostuk bostuk için surğa döküldü. Ready? Hindvan, hadi. Yamur nigim haru, hind hark kuzbay. Defoy, udo kikçak. 酒は。お助けください。動くな。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか梶山をお助けください。どこかの家に囚われているはずです。ありがとうございました。安心するな、行け。You wait. 当庫の掟を受け入れれば大ハーンもお許しくださる。拒めば罰を下す。ありがとうございます。待たせてしまったな。村長か。いかにも。猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退治なさってください。新しい網を作れ。魚を取れば殺しはしない。探すべれ。歩かなくなれば俺は蹴る。お前が動かなくなれば俺は蹴る。さあ働け。蹴られたいのか。馬が歩かなくなれば俺は蹴る。千春を。侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。ああ、何事だ。ここではお話しできません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何用か申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。ゆうべ後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。勝負！調べてみる。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。誰かの飯、食ったばかりだ。晒し布か。わずかに違う。おそらく朝出だな。これは確かに怪しいな。一度隠れて春男や野党が戻ってくるのを待ってみるか。無事に出られたか？ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社のご神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ？誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか？馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの郡でも奴を見つけようと躍起になった。いっそ皆殺してくれりゃな。もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。アリ塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃあ早く済ませよう。何をしてる。ご神体を止めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。狭間浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。どうした。みんなを置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数えきれないほどです。戦える者は俺と騎兵がついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武庫だ。四方から来るぞ。手近なものを使え。かかれ。ただの着想なのに。新手だ。逃げればよかった。さらに来るぞ。これ以上耐えられん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 。もうダメだ。ああ、よかった。勝てるわけない。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのですならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ！野党どもが何の用だ。裏には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝のありかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。